こんにちは、渡辺隆介です。デビューアルバム「ブルーソウル」発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。それからスカイプを使ったレッスンもやってますので、興味ある方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらをご確認ください。ジャズギター100本ノック57本目ですね。今回はテンダリーをやっていきたいと思います。これは黒本の、2の方に載ってますので、お持ちの方はそちらを見ながら一緒にやっていただくとより分かりやすいと思います。それでは早速やっていきましょう。まず、キーは E フラットですね。で、その1度メジャーから始まります。2小節目が A フラット7、4度7ですね。で、今度はここのマイナーになりますね。E フラットマイナー。まあ、1度マイナーっていう感じですかね。で、A フラット7。こうメジャーとマイナーのこの対比が面白いですよね。で、5小節目が、2度マイナー、F マイナー7ですね。で、この、7フラット7、シャープ11がメロディーになってます。 D フラット7で1に戻ります。ここはその2-5の変化形という感じで、普通だったら F マイナー B フラット7で251になりますけど、 F マイナーからこの7度フラットで1という流れですね。この流れもよくジャズでは出てくるので、これも覚えておくと結構いろんな曲で出てきます。それから一度に戻って、で2-5してますね。この F マイナーに向かうための G マイナー7フラット5 C7 マイナー2-5ですね。で、B セクションから F マイナー7フラット5。このフラット5はこのメロディーが、この C、 これだ C フラットと書いてありますけど、まあ、実音で言うと B ですね。この音が来てるので、このフラット5の場所にメロディーが来てるので、 F マイナー7フラット5となってます。で、B フラット7、ここは2-5って感じですね。でも普通の2-5ではないのが、このフラット5がやっぱり特徴的ですよね。で、このディミニッシュを経由して C マイナーに行ってます。で、2度7で F マイナー7 B フラット7。この4小節はすごくよく出てくる進行ですよね。で、そこから、また最初の8小節に戻ります。で、そこは同じで、今度は C セクションですね。この黒本で言うと C セクションの F マイナー7 フラット5から、2-5から C マイナーに行って、で、F7、そこから、F ディミニッシュっていう感じで書いてありますね。バリエーションとしては、この C マイナーからベースが下がって、そうですね、まあ同じ、結果的には同じような感じになりますけど、 C マイナーから、下って、この A マイナー D7 とかもよくありますね。
この G マイナーに向かうための2-5、このキーで言うと4度シャープから、こう4度進行で下がっていくような感じですね。この D の D7 であってもこの F シャープであっても機能的には同じ感じだと思うので、そうですね。はい、で最後の4小節最後はもう普通に3625ですね。 Gm7C7 Fm7 Bb7 で1に解決してます。はい、こんな感じでテンダリやっていきました。この曲はバラードでもやりますし、ミディアムとかでもやるバージョンも耳にしますよね。この後録音したバージョンを、やるので、ちょっとどんな感じでやるかまだ考えてないんですけど、そちらもお楽しみください。ジャズギター100本ノック57本目ですね。今回はテンダリをお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。